日本とモンテネグロの関係では、日本とモンテネグロの二国間関係について述べる。日本とモンテネグロは2006年6月16日に、モンテネグロの独立を承認し、同年7月22日に外交関係を開設した。2020年現在、ベオグラードにあるザイセルビア日本国大使館の中に、喧嘩する形で、モンテネグロ大使館が置かれている。日本政府は、 モンテネグロを含む西バルカン地域の平和と安定を重視し、これに貢献していくという我が国の方針に基づくとの声明を出している。日露戦争時点でモンテネグロ公国はロシアの管理統治下にあり、それゆえ1905年にモンテネグロ公国は日本に宣戦線復刻し、ロシア軍と共に戦うため義勇兵を満州に派遣していた。 しかし実際には戦闘に参加しなかったことから、その宣戦線布告は無視され、講和会議には招かれなかった。1918年にモンテネグロ公国は消滅したが、国際法上はモンテネグロ公国と日本は戦争を継続しているという奇妙な状態になった。日本政府は2006年に提出された衆議院議員鈴木宗夫の質問主意書に対する、 答弁書において、1904年に、モンテネグロ国が我が国に対して、戦線を布告したことを示す根拠があるとは、承知していない、と回答している。2006年6月3日のモンテネグロ独立宣言に、際し日本政府は、6月16日に独立を承認し、山中昭子外務大臣政務官を、総理特使として派遣した。UPI 通信は、 6月16日、ベオグラードの B92 ラジオのニュースを引用し、特使は独立承認と100年以上前に勃発した日露戦争の休戦の通達を行う予定と報道したが、日本国外務省からは特使派遣報告をはじめとして日露戦争や休戦に関連する情報は出されていない。2013年時点における二国間の貿易額は以下のようになっている。 日本の主要輸出品目は、食料品、石油、石油製成品、電力、自動車、非鉄金属製品など、日本への主要輸出品目は、非鉄金属、金属鉱石、金属くず、飲料、鉄鋼、木材、木材加工品となっている。また、EU 内では、日本との貿易額は12番目に多い相手国となっている。2015年10月時点で、 在日モンテネグロ人は14人となっている。ありがとうございます。